チャス、皆さんこんにちは、野球チョマノブコです。今回は昨年9月に行われましたビクトリアオータムカップ1回戦スナッグス VS ジョルターヘッズの試合をお届けします。ちょっとね、試合映像だいぶ編集が溜まっておりまして、ちょっとずつ昨年の動画も配信しておきます。対戦相手のジョルターヘッズさんは毎回ビクトリアリーグなどで上位に君臨するチームです。先行のスナッグス1番リードオフマンアリが、それではプレイボール。太陽の関係で若干画面が最初の方は暗いことをご了承ください。相手先発投手はストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームを使うコントロールの非常にいい投手。そして先頭のアリガがインコースのストレートに差し込まれ、ここはレフトフライに打ち取られます。さあ続くは2番の川村康介さん、写真がかっこいいですね。追い込まれてから高めのストレートに、ここは空振り三振。さあ続く3番バッター、筋肉マン佐久間、ワンボールから高めに浮いたツーシームでしょうか、ここは内野安打コースと思われましたが、キャッチャーナイスフィールディング。初回スナッグス三者凡退で無得点。さあスナッグスの先発は筋肉マン佐久間、普段はセンターを守っているんですが、筋肉を生かした力強いボールを放るということでたまに先発をしております。このボールご覧ください。どうも佐久間とキャッチボールしてみると、日々のウエイトトレーニングの光景が頭に浮かんできます。受けるキャッチャーは千葉博さん。さあ初球ナイスボール、ど真ん中のストレート、非常に球にスピンがかかってますね。さあワンボールワンストライクからの3球目、この非常にキレがいいスライダーですね。まっすぐでめちゃくちゃ押してくるかと思ったらスライダーも投げる、ここも3球連続スライダーで打たせ、キャッチャーフライに打ち取ります。この佐久間のストレートとスライダーのコンビネーションにもご注目ください。さあ続く2番バッター、力強いまっすぐでストライク、続く2球目、ここもまっすぐで2球で追い込みます。やはり筋肉量とボールの威力は比例するのか。3球目、ここまっすぐをやや捉えられるもセンターフライに打ち取ります。力で押し込んでおります。さあ続く3番バッター、ここはスライダーに対応されライト前ヒットを打たれます。しかしここでキャッチャーの千葉さんが見せます。相手1番バッターランナー1塁、ここは素早い送球でタッチアウト、ワンバンを使うミスター軟式野球のようなスローイングを見せてくれました。さあ2回の表スナックスの攻撃、4番のネコバス、だいぶ顔面がむくんでおります。さあ相手はコントロールがいいので初球から行きたいところでしたが、アウトコース低めのストレート、キャッチャーもナイスキャッチング。さあカウントはワンボールツーストライクと追い込まれ、外の緩いスライダーに引っ掛け、サードゴロでアウト。なんか毎回サードゴロを打ってるような気がします。まあまあまあ次の打席にご注目ください。さあバッターは5番の千葉さん、ここも緩いスライダーに打たされファールフライに打ち取られます。続く6番の小畑のお兄さん、こう見ても分かるように相手投手めちゃめちゃコントロールいいんですよね。ここまでめちゃめちゃ厳しいコースしか投げてこなかった投手ですが2球目でした。この真ん中に入ったストレートを小畑のお兄さんが弾き返し、ここでツーベースヒットを放ちます。その後7番のチャーリーさんがフォアボールで出塁し、ツーアウト1、2塁で打席には8番の早川 AK130kg、 追い込まれて高めのストレートに空振り三振、チャンスを迎えるもここも無得点。さあしかし佐久間もいいピッチングを披露します。相手の4番バッターをファーストゴロに打ち取りワンアウト。続く5番バッター、ここもストレートを差し込み
ライトフライに打ち取ります。やはり投手のテンポがいいとなんか守っていてなんか楽しいですよね。そして続く6番バッターカウント2ボール2ストライクからこのボールズドン、このインコースストレートビッタビタで見逃し三振、非常に締まった試合になっております。さあ3回表そろそろ得点が欲しいスナッグス、ワンアウトから1番の有賀、ここも内野ゴロを打たされます。相手のこのサウスポー投手なんですけども、強豪校にはこう絶対いるような、ね、タイプのこうコントロールが良くてね、めっちゃテンポがいいようなタイプの投手ですよね。そして追い込まれて2番の川村康介さんもここもタイミングを崩されスナックス3回も三者凡退に打ち取られます。強豪校あるあるですね、左のいいピッチャーが1人いるっていう。しかし筋肉マン佐久間も負けじと好投を見せます。ここもセカンドゴロに打ち取り三者凡退、投手戦、めちゃめちゃ投手戦です。さあそんな中4回表ワンアウトからネコバス風穴を開けます。低めの変化球を見逃しボール、その後ボールボールでカウントが3ボールとなり、ここはアウトコースギリいっぱいいっぱいのストレート、そして3ボール1ストライクからのバッティングカウントでした。この高めに浮いたスライダーを左中間真っ二つ、そして走る走る鈍足のネコバス、これはホームランコースかと思われましたがあまりの足の遅さにまさかのツーベース、これ打った瞬間チームメイトが3つ3つホームまで帰ってこいと言ったんですが、ちょっと足が遅すぎてツーベース。その後5番の千葉さんが進塁打でツーアウト3塁、そしてこの6番の小松さんの打球がサードがこのショートバウンドを弾き、ついに均衡を破ります。さあここでもう1点追加したいところ、7番のチャーリーさん、ここは打ち上げてしまい追加点とはならず、しかしスナグスついに念願の1点が入ります。その流れのまま佐久間が4回の裏も三者凡退に打ち取り、5回表体重130キロの早川幸喜がいい打球を放つもセンタースーパーキャッチ、そして9番の世界の山ちゃん、こちらもセンターに弾き返すも、またしてもセンターの守備範囲内、センターめちゃめちゃうまい。さあ続く1番の有賀が空振り三振、試合がハイペースで進んでいきます。さあ5回の裏ワンアウトからランナー2塁、ピンチを迎えます。佐久間の気持ちのこもった投球をじっくり見ていきましょう。ここはフォークでしょうか、天を仰ぐバッター、そして次のボールでした。素晴らしいボールで見逃し三振に打ち取ります。さあ続くバッターも追い込み、ここも見逃し三振、審判もめちゃめちゃ気合い入ってきているように感じました。この熱い投球に何とか応えたい打撃陣、ノーアウトランナー1塁、バッターは3番の佐久間、もうここでホームラン打ってお前がヒーローになってくれと思ってましたが、この落ちるボールに1、6、3のダブルプレーに打ち取られてしまいます。相手もなかなかこう流れをね寄せつけませんね。そして続くネコバス、アウトコースビッタビタのストレートに手が出ず見逃し三振、今回見逃し三振が多いということで審判の見せ場もめちゃめちゃ増えてます。回は終盤6回裏ツーアウトで追い込んでから佐久間千葉博さんの素晴らしいバッテリー、普段スナックスは鉄腕有川さんと横田の兄貴のバッテリーなんですが、今回なんか急増バッテリーと思えないようなあうんの呼吸を見せております。そしてスナックスは7回表無得点に終わり、最終回1点リードでここも佐久間が継投、しかし悲劇が起きます。まさかまさかのこの土壇場で
ライトへ完璧なホームランを浴び1対1の同点に。さらに続くバッターのところで内野失策によりノーアウト1塁。ここで好投を続けた佐久間から鉄腕有川さんにスイッチします。1対0の完封勝利が見えておりましたが、1点でも奪われるとサヨナラ負けるという窮地に追い込まれました。ちなみにレフトを守っていた僕がファーストに入ります。相手バッターはバントの構え、心臓バクバク。しかしここは落ち着いて鉄腕有川さんがストライクを取ります。カウントワンボールワンストライク。このアウトハイのまっすぐでバントを許しません。ツーボールツーストライクとなり、相手が作戦を切り替えます。ここでエンドラン、軟式特有の叩き、そしてサードがファーストに投げてアウトを取った感じ。ファーストランナーが一気に三塁を陥れ、ワンアウト三塁のサヨナラピンチを迎えます。ワンアウト三塁、カウントツーボール。軟式野球のセオリーならここでエンドランを仕掛けるところでしたが、ここは動いてこず、そして淡々とストライクを取る鉄腕有川さん。ツーボールワンストライク、ここで来るのか。しかしここでも来ず、強攻策、これがファールとなりツーボールツーストライクと追い込みます。1点取られたらゲームセット、スクイズ、エンドラン、犠牲フライ、何でもありのこの状況。そしてここで動いてきます。アウトコース、ボールからボールになるスライダーで空振りを奪い、この3本間に挟み三振ゲッツーで最高の結果にと思われましたが、投球がショートバウンドという判断になり、バッターが振り逃げという形になってしまい、ツーアウトランナー一塁から試合が再開。しっかり抑えてタイブレークに持ち込みたいところ。ここはもう全員ハイになっておりました。その2球でテンポよく追い込み、そしてその3球目でした。ここはズドンと空振り三振を奪い、タイブレークかと思われましたが、ちょっと時間の関係でなんと決着はじゃんけんで決めることになりました。ちょっと画質が悪いですが、じゃんけんの結果をご覧ください。というわけで激アツの試合はなんとなんとじゃんけんでジョルダンヘッズの勝利となりました。じゃんけんで勝敗が決まるというのも草野球の醍醐味かもしれません。今回対戦してくださったジョルダンヘッズさん、ありがとうございました。